おじいちゃんの命日っていうことでお墓参りに来てます。去年はお墓が交通事故。これは去年の写真です。中はこんな状態。運転していた80代のおじいさんはお墓があったから崖に落ちないで命が救われたそう。お墓はこんな状態だけどよかったよね、命が助かって。今日は何事もなく命日を迎えることができてほっとしてます。庭に咲いてた花を朝からおばあちゃんが切ってきました。野菜も自家製、備えるお花も自家製です。綺麗です。おじいちゃんもきっと喜んどよね。59歳で亡くなったおじいちゃん、年金も一度ももらわずに、その分おばあちゃんが長生きしてます。さあ次は移動して親戚のお墓です。同じ霊園にあるので便利がいいんです。きっと仏様も近所で安心だと思います。風の音やら鳥の音はいいよね。おばあちゃん、そろそろ帰ろっか。このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。